本田ダ曲げとは、江戸時代に、水人の間に流行した男曲げ。霊形、本田、金魚、本田、病、ヤマイ、ホン何は本田、豆、本田、ダ、電本田ンなど様々な種類が登場した。耳の上ギリギリから、側頭部にかけてまで極端に、広く、酒焼きを取り、瓶の毛をすだれのようにまとめ上げる。ネズミの尻尾のように細く作り出した曲げは、 もっといで高く湯上げて、急角度で頭上部に垂らすというもの。広い酒焼きと頭と、曲げ先、曲げの根元を線で結んだ間の部分に空間ができるのが特徴。優美でニューワ印象で最初吉原に出入りする客の間で大人気を博した曲げで、本田曲げでなければ、吉原遊郭では相手にされない、大棚の若旦那といえば、本田曲げを言うものというようなステレオタイプまで、 存在した。江戸の水人のいでたちといえば、粋な濃茶系統か、ネズミ色系統の絹物の古門の衣装一式に、本玉毛げ、さりげなく、南蛮屋から渡りの名物列の袋に、銀無垢のキセルを携えて、遊郭では静かに酒を飲んで冗談を楽しむという、具合の個人が人気だった。吉原での客と遊女の関係は、端的に言えば女性上位の疑似夫婦である。 もっとも、友女同士での客の取り合いのトラブルを防ぐ目的もあったようだが、客が相方以外の友女と関係を持った場合、相方には、懲罰を与える権利があった。その方法といえば、曲げを切ってザンバラ髪にした上ひどい場合は、女物の着物を着せて化粧をさせて、晒し物にするというものでそのため友女のハサミは、紙切り丸と呼ばれた。大通りをザンバラ髪で歩いていれば、 すぐに理由を悟られたため遊郭の中には、浮気男専門の髪結いがいて、豆本だという、小ぶりな曲げに言い直してくれたという、ありがとうございます。